マスプロ電工と申します。鳥獣被害対策のために、罠が作動したかどうかを、いち早くお知らせする罠の番人、というシステムをご提案させていただいております。箱罠くくり罠が作動するとこのセンサーが外れて、この、送信端末から、情報が発信されて、猟友会さん等の関係者の方に、メールが届くシステムになっております。私どもの仕組みはですね、非常に通信コストの安い LPWA という通信網を使っておりまして、猟友会さん、自治体の方にご負担のない仕組みをご提案しております。今こちらにありますように日本各地で実証実験を行わせていただいております。そこでいただく答えといたしましては、非常に設置が簡単であるというところ、それから猟友会さんとかお年を召した方が多いんですけれども、スマートフォンも持って見えない方、ガラケーの方なんかにも、メールが届きますので、新たに、アプリケーションをダウンロードしたり何かログインしなきゃいけないという煩わしさ一切ございません。メールアドレスさえあれば、そこに、罠が作動したメールが、届けることができる仕組みになっております。最近ですね、異常気象でやたら暑い夏とかですね、大雨の時、見回り作業というのは非常に大変なことだと思います。そういった見回り作業をですね、削減軽減化させていただきたいと思っておりますし、また見回りというのはだいたい朝に行われるんですけれども、その後に例えばお子さんがくくり罠にかかってしまったとか、何か事故があった時に罠が作動したという情報は非常に重要でございます。また猟友会さんも見回りをされるときにあらかじめかかっていると分かっているか分かっていないか、これは非常に重要な情報になります。心構えが変わってまいりますので、そういったところにもこの、罠が作動したという情報は活用していただけるというふうに考えております。また昨今ですね、ジビエのブームがございまして、鳥獣が捕獲されてやはり暴れてですね、肉にストレスがかかってしまうとジビエにも活用できません。いち早くジビエ活用するためにもですね、このシステムを活用していただきたいと考えております。